テレビや過去に放送されたコンテンツや未公開コンテンツをいっぱい所有していると思いますが、なぜサブスクなので公開してお金のものとしないんでしょうか。バカだから。あるいはテレビ媒体でドリフなどをそのまま再放送すれば番組制作費やタレントのギャラを削られてお金が浮いていいのではないでしょうか。どうせ高齢者しかテレビ見ないしドリフで十分、むしろドリフの方が勝利を取るのでは、まあ昔のテレビは限りだから今のテレビは流せないかもですが、まあ僕がそのテレビ局の管理するようになったら全部のコンテンツネット上で置いて有料で見れるようにしますね。結局その、まあ、昔のドラマでも、まあ、TVer みたいなのとかで一応見れるようになってたりするんですけど、そうは言っても見れるやつと見れないやつとかがあって、で、まあ、その権利関係で出せないやつとかがあるんですけど、今から作るドラマとかは全てネット上に載せますよ。ニュースに関しても載せますよ。そうじゃないものは流しませんよぐらいなので、まあ、アーカイブ載せられるようにして、あとはひたすらサブスクで儲けるっていうの、僕だったら長期的にやるんですけど、まあ、多分そういうの、思いつかないというか、やる気がないという話なのかなと思います。